じゃあ最近朝一最初の当たり引くまでに1万円以上かかってもう3日連続かな。投資すればスロード低設定の可能性高まるから、もう1万入れた時点でやめたいんだよ。たまにこういう時期がある。今回のグッズはマイジャグラー5。マイジャグが結構強い日で、狙い台は取れなかったけど空き台での実践です。
Thank you.
Thank you.
合算良くて結構楽に打てた感じだけど、ブドウがめっちゃ悪くて、ボーナスがいついきなり悪くなってもおかしくないと思いながら打ってたからずっと安心できなかったね。だからこのグラフが一回下がった時もやめなきゃみたいな、まあ、結果打ち切って良かったね。でもブドウが設定1ぐらいの数値で収まってくれれば3000枚あった。で設定6ぐらいなら3400枚。ブドウのせいでだいぶマイナスの割を食ってる。でもまあ結果見ればただのブドウの下振れで設定4-5ぐらいあったのかなと、これで今月は勝ち逃げかなと思ったけど、ここ3日連続負けて、最初に話した初期投資の3日間で35,000、4万ぐらい負けてるの。この勝ち分がほぼほぼ飛んで、だまだ油断できないですね。では今回この辺でお疲れ様です。